昔昔の大昔のお話。それはまだ日本が江戸の時代よりさらに昔の大昔、ある村におじいさんとおばあさんがいたそうな。村人からは大層仲の良い夫婦で通っていたそうな。おじいさんは田畑の仕事を終え、おばあさんは夕げの支度を済ませ、二人でのんびりしている時間のことだった。山の方から馬が走ってくる音が聞こえたそうな。パカパカパカ、パカパカパカ、パカパカパカ、パカパカパカ。小さな村だったため、移動手段や輸送手段に馬が村に来ることは本当に稀だったので、おじいさんとおばあさんは何事かと大層慌てたそうな。馬の足音が止まり、大きな声が村中に響き渡ったのだ。タロベはおらんか、タロベはおらんか。おじいさんはおばあさんと顔を見合わせた。タロベは成人して20年前に村を去った息子だったのである。そのお侍さんに話を聞いてみると、どうやら太郎兵衛は有名な堀師となって全国を行脚しているそうなのじゃが、お殿様が大層その彫り物を気に入ってお城に呼び寄せようと太郎兵衛を探しているとのことなのじゃ。太郎兵衛が帰ってきたらすぐ連絡するようにとお侍さんは帰って行ったのじゃが、そこからいくつもの冬が終わり春が来た。もうそんなことがあったことを忘れていた時、太郎兵衛は帰ってきた。おっと、おっか、帰ったで。おじいさんは太郎兵衛に数年前のいきさつを説明し、すぐお城に途上するように言った。太郎兵衛はすぐさま途上し、それから数年、太郎兵衛は金貨をたくさん背負って帰ってきた。めでたし、めでたし。
you